おはようございます。会長の杉本でございます。本日は株主の皆様におかれましてはご対応のところ多数ご出席をいただき誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。ただいまから第89回定時株主総会を開催いたします。理事に先立ちまして株主の皆様そして立地地域広く社会の皆様には福島第一原子力発電所の事故により2年余りが経過した今なお多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを役員一同心より深くお詫び申し上げます。当社といたしましては福島の復興こそが再生の原点との認識に立ち事故の責任を全うし世界最高水準の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという新たな使命を果たしつつ一日も早く経営を立て直し株主の皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいる所存であります。それでは議事に入らせていただきます。定款の定めに基づく取締役会の決議により私が議長を務めさせていただきます。本日の議事の運営にあたりましては株主の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。株主の皆様からのご発言につきましては後ほど私からご案内をいたします。何卒ご了解を賜りますようお願い申し上げます。それでははじめに本日ご出席の株主数およびその議決権の数につきまして事務局からご報告を申し上げます。ご報告いたします。本日の総会において議決権を行使できる株主数は664,469名、その議決権の数は3,193,5493個であります。このうち本日ご出席の株主数は議決権行使書及びインターネット等を利用した議決権行使並びに代理人によるご出席を含め143,186名、その議決権の数は23,913,547個であります。本日の総会においてご審議いただく全16議案のうち第5号議案につきましては会社法上定款上の定則数の問題はなく、その他の議案につきましては所定の定則数が必要でございますが、本日ご出席の株主様が有する議決権の数はこの要件を満たしております。従いまして本日の各号議案はいずれも適法に議決することができます。以上でございます。それではまず事業報告連結計算書類及び計算書類の内容につきまして社長からご報告を申し上げます。社長の広瀬でございます。はじめに私からは平成24年度の事業報告につきましてその概要をご報告申し上げます。事業報告は招集通知に添付してお送りいたしました平成24年度報告書の3ページ以降に記載しております。お持ちの方はそちらも合わせてご覧いただければと存じます。まず東京電力グループの事業の経過及びその成果についてご報告申し上げます。24年度の連結収支は報告書の3ページに記載してあります通り2年連続で経常損失を計上することになりました。収益面では電気事業において電気料金の値上げや燃料費調整制度による収入増があったことなどから売上高は前年度に比べて 11.7% 増の5兆9762億円経常収益合計は 11.8% 増の6兆378億円となりました。一方、費用面では
徹底的な経営合理化により、総合特別事業計画における削減目標額を大幅に上回るコスト削減を達成いたしましたものの、原子力発電所の運転停止や燃料価格の上昇等に伴い燃料費が大幅に増加したことなどから、計上費用の合計は 9.7% 増の6兆3647億円となりました。以上によりまして、計上損失は3269億円となりました。また、原子力損害賠償支援機構から資金交付金や固定資産等の売却益など9139億円を特別利益として計上する一方、事故の被害者の方々への賠償に要する費用など1兆2488億円を特別損失として計上したことなどから、当期純損益は6852億円となりました。事業別の業績は報告書の3ページから4ページに記載のとおりでございます。次に報告書の5ページに記載の24年度のに実施した施策についてご報告申し上げたいと思います。当社は昨年5月に国の認定を受けた総合特別事業計画のもと、経営合理化を徹底するとともに電気料金の値上げや1兆円の増資により大幅な資本増強を実施し、当面の財務基盤を確保いたしました。また委員会設置会社に移行し、取締役の過半数を社外出身者とするなど、経営の客観性、透明性の向上にも努めております。さらに賠償費用等により財務リスクが増大する中、事業環境の変化や急激な企業体力の劣化を踏まえ、昨年11月に再生への経営方針を策定いたしました。この経営方針のもと、当社は巨額の財務リスクについて国による新たな支援の枠組みを早急に検討するよう要請するとともに、改革集中実施プラン、実施アクションプランを取りまとめ、この実現に取り組んでまいりました。本年1月には賠償や除染等の拠点となります福島復興本社を設置いたしました。また原子力につきましては、福島第一原子力発電所の1号機から4号機の排出措置作業を迅速かつ確実に実施するとともに、国内外専門家、有識者からなる原子力改革監視委員会の監視のもと、原子力改革に取り組んでまいっているところでございます。続きまして、報告書の6ページ以降に記載の対処すべき課題についてご報告申し上げます。当社は今後も被害者の方々への親身親切な賠償や長期に及ぶ原子炉の廃止措置に責任を持って取り組んでまいる所存ではございますけれども、賠償・除染費用や原子炉の廃止措置関連費用など被害の地域的広がりと被害額、復旧必要額などの大きさから見て国家的難題に直面しております。また電力システム改革により競争がさらに激化するなど事業環境が一層厳しさを増している中、引き続き電力の安定供給を確保していくためには、原子力の安全対策を強化するとともに、経年火力発電所の適切な運転リプレースなど電力設備の運用更新を確実に実施していくことが不可欠であります。こうした中、現在の支援の枠組みのみで対応した場合、国に依存した状態から脱却することは長期にわたって困難となってまいります。また将来への展望が見出せない状態が続きますと、事業活動に不可欠な資金の不足や人材の流出などにより企業体力の劣化が加速していくことは避けられません。その結果、全面自由化への対応はもとより、安定供給の確保に支障が生じるとともに、賠償や廃炉などの責務を持続的に果たしていくことも厳しい状況になってまいります。こうした状況下において、当社は競争環境の下で市場原理に基づいて資金調達投資決定を自律的に行うダイナミックな民間企業に早期に復帰し、技術人材といった経営基盤を保持してまいりたいというふうに考えております。このため、巨額の財務リスクについて国による新たな支援の枠組みの検討を引き続き要請してまいりますが、その一方で
企業改革を徹底的に進め、必ずや自己の責任を全うし、世界最高水準の安全の確保と競争の下での電力の安定供給をやり抜いてまいります。具体的な施策につきましては、報告書の6ページから9ページの内容を記載の順にご報告させていただきます。まず福島復興を原点とする取り組みでございます。当社は事故の責任を全うするため、福島復興本社を中心に国や自治体と連携しながら親身親切な賠償のを徹底し進化させるとともに、除染復興推進等のグループ等に対してグループ一丸となって取り組んでまいります。具体的には、本年3月に開始した宅地や建物家財にかかる賠償を迅速に進めるとともに、被害者の方々の個別事情を踏まえたきめ細やかな対応を実施してまいりたいと思っております。また、除染関連業務に関わる要員を本年内に300名規模に増やすとともに、地域の経済復興や雇用回復、雇用創出につながる取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、原子力安全への対策の取り組みでございます。当社は引き続き中長期ロードマップに沿って、福島第一原子力発電所の1号機から4号機の廃止措置作業を確実に実施してまいります。なお、本年3月以降に発生した停電事故や地下貯水槽からの汚染水の漏洩により、福島の皆様をはじめ広く社会の皆様、株主の皆様に多大なご心配をご迷惑をおかけいたしましたこと、この場を借りまして深くお詫び申し上げたいと思います。一層安定開示強化のために、設備の運営管理の信頼性向上対策を徹底し、社会の皆様にご安心いただけるよう努めてまいる所存でございます。特に日々発生する汚染水につきましては、貯水タンクの増設計画の前倒しや多各種除去設備の活用によりまして、汚染レベルの低減等を実施いたしてまいります。柏崎刈羽原子力発電所につきましては、今後の運転再開に向け、設備の適切な維持管理に加えて、建屋への浸水防止工事など一層の安全性向上に向けた対策を確実に実施してまいります。また、こうした取り組みについて地域の皆様をはじめ広く社会の皆様に丁寧にご説明し、ご理解をいただけるよう努めてまいる所存でございます。さらに、本年3月に策定いたしました原子力安全改革プランに基づき、設備面および運用面におけるさまざまな安全性対策向上を迅速に強化するとともに、マネジメント面での強化にも取り組んでまいります。なお、原子力安全に関する取締役会としてのリスク管理を強化するため、本年5月に設置いたしました原子力安全監視室の室長に、イギリス原子力公社で安全保障担当役員を長く務めてこられたジョン・クロフツ氏を選任いたしております。次に、コスト削減とコスト管理の徹底でございます。電力市場の全面自由化後も市場競争に勝ち抜いていけるよう抜本的なコスト削減に取り組むとともに、外部有識者を委員といたします調達委員会の下で、調達構造や調達慣行の見直しを進め、総合特別事業計画の削減目標額からさらに年間1000億円規模のコスト削減の上積みを目指してまいろうと思っております。加えて、現段階では柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の時期が見通せない状況でありますことから、緊急避難的なコスト削減の深掘りも含め、あらゆる手段を講じてまいります。また、全社に管理会計を導入し、自発的なコスト削減、収益拡大のメカニズムを確立してまいりたいと考えております。次に、経営改革でございます。当社は本年4月に将来のホールディングカンパニー制への移行も視野に入れ、社内カンパニー制を導入いたしました。各カンパニーの具体的な取り組みにつきましては、報告書の8ページから9ページに記載の通りでございますが、社内カンパニー制のもと、各事業部門が自発的に収益拡大に取り組み、競争力を高めてまいりたいと思っております。
また人事制度や広報の改革も実施し、取り組みを一層加速させてまいります。なお事業報告その他の事項につきましては報告書の10ページから31ページに記載のとおりでございます。続きまして平成24年3月31日現在の連結貸借対照表につきましてその概要をご報告させていただきます。報告書の32ページに記載のとおりまず資産につきましては合計14兆9891億円で前年度に比べまして5473億円減少しております。次に負債につきましては合計13兆8513億円となりまして前年に比べまして8726億円減少しております。次に純資産につきましては合計1兆1378億円でこれは3253億円増加しております。次に平成24年度の連結損益計算書につきましては報告書の33ページに記載しており先ほど事業の経過及びその成果の中でご説明申し上げたとおりでございます。最後に連結株主資本等変動計算書連結中期表及び当社単体の計算書類につきましては報告書の34ページから56ページに記載のとおりでございます。私から以上で報告を終わらせていただきます。続きまして監査委員会の監査報告につきまして監査委員の古谷取締役からご報告いたします。監査委員の古谷でございます。監査委員会を代表いたしまして私からご報告申し上げます。当監査委員会は平成24年度における取締役及び執行役の職務の執行を監査し監査報告を作成いたしました。その監査結果につきましては平成24年度報告書61ページから62ページに記載の監査委員会の監査報告のとおりでございます。このうち平成24年度の連結計算書類に関する監査結果についてご報告申し上げますと会計監査人の監査結果につきましては平成24年度報告書57ページから58ページに記載の連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告のとおりであり監査委員会の監査結果につきましては同じく61ページから62ページに記載の監査委員会の監査報告のとおりでございます。従いましてただいま報告のありました事業報告連結計算書類及び計算書類はいずれも適法かつ正確であります。なお福島第一原子力発電所の事故による経営各面の課題への対応につきましては引き続き厳格な監査を進めてまいります。以上ご報告申し上げます。は以上のとおりでございます。続きまして議案の状況に移らせていただきたい。